普段見ることができない水族館の裏側を楽しんでもらおうと、鹿児島市の鹿児島水族館で子どもたちが飼育係の体験を行いました。これは水族館の裏側を子どもたちに知ってもらおうと、鹿児島市の鹿児島水族館で行われたものです。今回は小学4年生から中学3年生までの子どもたち16人が参加しました。普段は立ち入ることができないバックヤードで、子どもたちは魚をさばいて作った餌をウツボに与えたり、ウミガメの成長を記録するため甲羅の長さを測定したりして飼育係の仕事を学んでいました。またイルカのトレーナー体験では、手の合図に合わせてイルカが頭を回転させるなどの反応を見せ、子どもたちにとって貴重な体験になったようでした。フグがちょっと可愛くて、なんか餌やりできて嬉しかったです。ちょっとだけ難しかったところは餌を切るところ。楽しんで餌の準備とかもしていたので、いい経験にしていただけたかなと思っています。